の誕生日会の日さ、うん、寝坊してごめんね。え、寝坊行けなかったじゃん。まあ、あれでも仕事もあったんだよ。仕事があって、うん、その後家帰って寝たら、うん、起きなかった。そうそう、全然大丈夫、うん、なんかね、よくわかんない感じになってたもん。あの今日って何するか聞いてますか？なんか心霊系みたいなんですよ。そうなの？はい、いや私嫌だ、怖いの苦手なんだけど。言うなんてあれだよ、マネージャーに打ち合わせってしか聞いてないから、うん、その心霊系っていうワードすら分かんないんだけど。打ち合わせでも、はい、なんか今日朝起きた時からものすごいなんか嫌な予感っていうか、うわ悪い予感っていうか嫌な予感っていうか、何ですか、何ですか、あるいきなりかも。失礼します。おはようございます。おはようございます。ディレクターの谷口陽子と申します。よろしくお願いします。え、これもう回ってます？回ってます。嬉しいですよ。いきなりはちょっとやめてほしい、ね、ちょっとなんか気が緩みすぎちゃった。いきなりなんですが、はい、自己紹介をカメラに向かってお願いいたします。その前にこれは、はい、今まりちゃんが怖い系とか心霊系っぽいよっていう話をしてたんですけど、それは本当なんですか？ね、はい、心霊系、そうですね。はい、うそーテンションに始まっております。ではカメラに向かってよろしくお願いします。はい、もうこれ本番仕様というか本番、そうでしょう、もうってことですよね。そうですね、もう待ってます。じゃあ私から、はい、はい、アビルユーです。怖い系とかオカルト系、オカルト系、オカルト系とか大好きなんですけど、うん、ちょっと今日聞いてなかったので、まあ、若干びっくりはしてますが、頑張ります。頑張ります。よろしくお願いします。はい、噛んだ。あ、はいはい。あ、ごめんね。どうぞ。岩佐真由子です。私はすごい怖がりで、こういうのちょっと苦手なんですけど、あ、そう。前に心霊スポットで失神とかしたことあるんですよ。怖いね。ね、うん、でも、まあ、根性で頑張って乗り切ります。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい。はい。小学生の時にスプーン曲げとかできたことがあります。22歳、入木真理です。お願いします。お願いします。え、本当ですよ。やってやってやって。え、超能力ってやつですよね。そうだよね。これ浮かしてみてよ、じゃあ。ちょっと無茶振りやめてください。怖い、先輩怖い。何、超能力とか、うん、なんか そういう系で言ったら、ゆうは昔こうロケしてたら、うん、あるスタッフさんのね、はい、頭に鳥の糞が落ちてきたの。マジで。でも、はい、あ、この人に今鳥の糞落ちてくるなっていう予知はしたの。でもね、スタッフさんもなんか、いや運がついてよかったとか言ってなんかすごいポジティブに考えたから、いいいい、まあ楽しいロケだったんだけど。じゃあお願いします。なになになに、なんでなんで、それではこちらの VTR をご覧ください。これまた怖いんじゃない？やべえ、こっから、こっから怖い。あ、ワンちゃん。ホームビデオみたいな感じだね。そうですね。なんか嫌だ、絶対怖いもん、これ。ねえ、さっきのどっから聞こえた？全然わかんない。
きた、なんか重い。で、これが企画書なんですが、はい、ゆうちゃん、まいこちゃん、まりちゃんには、はい、この件が解決するまでをリポートしていただきます。しかも密着って言うと結構行くんですか？嘘でしょ。実際こちらのお宅にも一緒に行っていただいて、おかしいよ。だって害が及ばないと思われますのでって微妙なラインで書いてあるの。嫌だよ。え？なんだろう、もう仕事だって割り切るしかないよ。そうだけど、でも実際こういうのやって本当についてきちゃったとかっていう人いますよね。嘘でしょ。なんでそんな方言うんですか？テレビで見たりとか聞いたことはあるでしょ、一回ぐらい。あるけど、なんでさ、わざわざもうただでさえ怖いの、なんでそういうこと言うの？いや、せっかくなの。まあでも、バイクさっき根性あるって言ってたから。言ったけど、やるよ、仕事だもんな。もう、マネージャー、ほんとマジムカつく。大丈夫ですね。いや、でも本当怖いのとか全然平気だけど、基本的に、そういうなんかこうどっかでそういうのを信じてる部分もあるから、仕事で、こう、怖い死ぬスポット行くとかこういうのは結構あの NG 出させてもらってたんだよね。なんか自分が家で映画見て怖いやつ見るとかだったら全然いいんだけど、だから結構なんか初めてだから、まあちょっと緊張してるかも。こういうのって絶対やばいもん、やばいもんだって今の見たでしょ。まあ、今回その霊能者の先生も、あの同行されますので、それはもう本当にちゃんと、はい、大変強い霊能力を持ってると言われてる先生。絶対大丈夫なんですよね。大丈夫です。何そんな微妙なんか大丈夫。なんでそう。いやまあまあ頑張りましょう。はい、皆さんよろしくお願いします。お願いします。あ、もう今日寝れない。絶対、いや絶対休む。え、ゆう止めて。いや、いいけど、別にいいけど、だって一人とか超怖いじゃん。そうだね、ゆう一人の時、あの顔洗ってる時にパッ。あ、もうやだよ。はい、こちら鬱蒼と木が生い茂ってますが、この先にあるお宅がですね、今回依頼を受けました金田さんのお宅になっています。はい、はい、霊能者さんの方にも来ていただいているのでお話伺ってみたいと思います。はい、どうも、はじめまして、雲水と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ですね、はい、こちらの家のお祓いを務めさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。ちょっとしてください。何ですか。何ですか。何さい。何ちょっと小さいのがついてました。舞子さん、憑依体質ですね。憑依体質ってだから、あのデートが自分に取り付きやすく。何も言われたことあるんです。あら、こういうの嫌なんだよ。おそらくあの親子の映像をご覧になった時に取り付いたものだと思います。はい、私も映像は拝見しましたけど正体は分かりませんでした。怖い。します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。娘の美穂です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この子、次郎です。かわいい。美穂ちゃんって小さい時に何か大きな病気をされたことはありませんか？何回も死にかけてたみたいです。私は全然覚えてないんですけど。小さい時は体が弱くて病気がちでしたね。その時に霊界と接触しておりますので、こう向こう側と非常につながりやすい体質になってますね。はい、ですので、どうしてもその霊障とか、その霊による障害とかは非常に受けやすいです。そういうことがあるんだ。はい、うん、
でも今はつきものはないですね。各箇所に盛り塩をしてまいります。はい、盛り塩。はい。せい。今の何ですか？結界を強めました。強めた。そうです。おまじないみたいな感じ。効きそうな。あの、この家に住まわれたのって結構どのぐらい経つんですか？ああ、3ヶ月くらい前から私と美穂で住み始めて、そしたらすぐにあの物音が聞こえ始めて、ズルズルっていうような、怖いよね、なんか引きずるような。また盛り塩ですか？そうですね。あの一日いろいろ見てきたじゃないですか。雲水さん的に何かこれはって感じる部分ってあったんですか？それは何も感じないんですよね。え、ないんですか？はい、大丈夫ですか？ちょっと私も初めてです。なんかこれが原因だみたいな。何何これ、綺麗。いや、綺麗っていうか、この幾何学模様みたいな。そうだよね。普通、え、これ、あの、どういうことですか？オリジオシとあったお皿が消えてますね。え、お皿？あの、うんすい先生、知らない間に持ってたんですけど。え？え？え？何？え？気の通り道ですね。それが目に見えないエネルギーの血管みたいな、それが強いと霊障を導くこともあるんです。すいません、これって犬の。そうです。地脈のせいなんですか？そうですね。これ一回私の師匠である龍玄ならわかると思いますので、龍玄に見てもらいましょう。美穂ちゃんにはもちろん一刻を争いますので、今晩は私がお祓いを執り行います。ですので皆さんはこの後ですね、肉あと魚介類は絶対に食べないでください。なんで？どうしてですか？取り憑かれやすくなるんですよ。例に。そうですね。わかりました。はい。はい。これ私もやってみてもいいですか？あ、どうぞ。じゃあ行きます。できたりして。そう。ダメか。まあ特殊な力が必要ですからね。うん、じゃあ私もやってみていいですか？どうぞ。動いたりして。お、お、え？すごいですよ。マリさん、修行すればいい霊能者になれますよ。いいえ、ならないですよ。すごいじゃん。
雲水先生によるこの家のお祓いが行われます。ちょっとですね、重たい雰囲気で全身にこう鳥肌が立ちそうな独特の雰囲気です。私もすごく怖いけど根性で乗り切ります。頑張ります。舞子ちゃん、なんかここケチャップみたいなのついてる。うん、そこそこ。雲水さん、私体が少し熱い気がするんですけど。マリさん、気をしっかり持ってください。皆さんも。はい。ノーマクサンマンダーバーザラダーセンダンマーカラシャーテーソヤタラウンタラターカンマン。ノーマクサンマンダーバーザラダーセンダンマーカラシャーテーソヤタラウンタラターカンマン。ノーマクサンマンダーバーザラダーセンダンマーカラシャーテーソヤタラウンタラターカンマン。ノーマクサンマンダーバーザラダーセンダンマーカラシャーテーソヤタラウンタラターカンマン。ノーマクサンマンダーバーザラダーセンダンマーカラシャーテーソヤタラウンタラターカンマン。ノーマクサンマンダーバーザラダーセンダンマーカラシャーテーソヤタラウンタラターカンマン。ノーマクサンマンダーバーザラダーセンダンマーカラシャーテーソヤタラウンタラターカンマン。ノーマクサンマンダーバーザラダーセンダンマーカラシャーテーソヤタラウンタラターカンマン。ノーマクサンマンダーバーザラダーセンダンマーカラシャーテーソヤタラウンタラターカンマン。ノーマクサンマンダーバーザラダーセンダンマーカラシャーテーソヤタラウンタラターカンマン。ノーマクサンマンダーバーザラダーセンダンマーカラシャーテーソヤタラウンタラターカンマン。ノーマクサンマンダーバーザラダーセンダンマーカラシャーテーソヤタラウンタラターカンマン。ノーマクサンマンダーバーザラダーセンダンマーカラシャーテーソヤタラウンタラターカンマン。ノーマクサンマンダーバーザラダーセンダンマーカラシャーテーソヤタラウンタラターカンマン。ノーマクサンマンダーバーザラダーセンダンマーカラシャーテーソヤタラウンタラターカンマン。ノーマクサンマンダーバーザラダーセンダンマーカラシャーテーソヤタラウンタラターカンマン。ノーマクサンマンダーバーザラダーセンダンマーカラシャーテーソヤタラウンタラターカンマン。ノーマクサンマンダーバーザラダーセンダンマーカラシャーテーソヤタラウンタラターカンマン。ノーマクサンマンダーバーザラダーセンダンマーカラシャーテーソヤタラウンタラターカンマン。ノーマクサンマンダーバーザラダーセンダンマーカラシャーテーソヤタラウンタラターカンマン。ノーマクサンマンダーバーザラダーセンダンマーカラシャーテーソヤタラウンタラターカンマン。ノーマクサンマンダーバーザラダーセンダンマーカラシャーテーソヤタラウンタラターカンマン。ノーマクサンマンダーバーザラダーセンダンマンダーバーザラダーセンダンマーカラシャーテーソヤタラウンタラターカンマン。ノーマクサンマンダーバーザラダーセンダンマーカラシャーテーソヤタラウンタラターカンマン。ノーマクサンマンダーバーザラダーセンダンマーカラシャーテーソヤタラウンタラターカンマン。ノーマクサンマンダーバーザラダーセンダンマーカラシャーテーソヤタラウンタラターカンマン。ノーマクサンマンダーバーザラダーセンダンマーカラシャーテーソヤタラウンタラターカンマン。ノーマクサンマンダーバーザラダーセンダンマーカラシャーテーソヤタラウンタラターカンマン。ノーマクサンマンダーバーザラダーセンダンマーカラシャーテーソヤタラウンタラターカンマン。ノーマクサンマンダーバーザラダーセンダンマーカラシャーテーソヤタラウンタラターカンマン。ノーマクサンマンダーバーザラダーセンダンマーカラシャーテーソヤタラウンタラターカンマン。ノーマクサンマンダーバーザラダーセンダンマーカラシャーテーソヤタラウンタラターカンマン。ノーマクサンマンダー。舞子さん、大丈夫ですか？いや、お母ちゃん、舞子、助けて、舞子。セイ、セイ、なんか食べましたね。ごめんなさい、さっきハンバーガー食べました。お肉は食べちゃダメって言われてたでしょ。なんで食べたんですか？だからごめんなさいって。セイ、セイ、先生、セイ、じゃあこっちに。何が起こってるんですか？セイ、ノーマクサンマンダーバーサルダンカン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 、セイ、何？マイコさんは大丈夫です。セイ、セイ。
ですか。師匠の龍源の龍源の力を借ります。龍源にかけます。あ、もしもし見えますか。わかりました。じゃないんで大丈夫、大丈夫だから、とりあえずここ出ます。はい。何の血チロ。こんばんは。はじめまして。はじめまして、龍源と申します。よろしくお願いします。お願いします。この度はうちの運水が大変ご迷惑をおかけしまして本当に申し訳ございません。とんでもないです。金田さん親子には一時的にこのマンションに移っていただきましたが、ここは私が定期的にお払いをしているところなんで安全ですから安心してください。あの、一つだけ気になることがあるんですけど、昨日夢でマリがギャーって悲鳴上げながら真っ黒になってたんです。え、それがずっと気になってて、マリのことは大丈夫かなと思って。ちょっとそんなこと見ても言わないでくださいよ。まあ今すぐ何があるってわけではないですけども、気持ちは強く持っておいてください。はい。さあじゃあ参りましょうか。はい、こちらになります。はい。顔色はいいみたいですね。みほちゃん、ちょっとこの塩に触ってみて。これですか。なんか、あったかいですね。熱っ。うん、熱い。熱いね。じゃあ、まゆこさん、ちょっと触ってみてください。え、すごい熱い。むしろなんか冷たいです。本当？うん、ちょっと触ってみよう。うん、ていうか普通の塩だよね。ね、うん、何もなければ熱くないんですよ。熱いのは家の何かと美穂ちゃんがまだつながってるって証拠なんです。なのでその正体を見極めるためにもう一度美穂ちゃんとあの家に戻ってお祓いを行いたいと思います。わかりました。で、マリも触ってみてよ。はい。初っ。え、そうなんてね。ミホちゃんが大変な時にそんな冗談はやめた方がいいと思うよ。すいません。何考えてんの。言うよ。よろしくお願いします。ありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございました。失礼します。
血脈がどうこうって話じゃないな。何かもっと恐ろしくて忌まわしいものが家の中で。マリ、大丈夫？どうしたの？どうした？マリちゃん大丈夫？マリ、どうした？ごめんなさい。ん？怖いです。そういう精神状態だと危険ですよ。ごめんなさい。もう皆さんごめんなさい。私もう帰ります。もう降ります。無理です。無理だよ。だって仕事だよこれ。落ち着いて。ちょっとどうしようか。ごめんなさい。まあいずれにしても今日は彼女には帰ってもらってもいいでしょう。下手にいてもらってみんなに悪い影響が出ると大変ですからね。じゃあちょっとマネージャーさんにさ連絡取ってみるね。マリ、本当に寝ちゃうのかな。マリ、じゃあ入りましょうか。おそらく中で何かが壊れていると思います。霊能者だったんですけど、お祓いの最中これと同じように渦巻き状に家の壁が壊されたって聞きました。ノーマクサンマンダーバザラダンカン、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 ノーマクサンマンダーブザランカン、ノーマクサンマンダーブザランカン、ノーマクサンマンダーブザランカン、ノーマクサンマンダーブザランカン。落ち着いて動かないように。ノーマクサンマンダーバザランカン、ノーマクサンマンダーバザランカン、ノーマクサンマンダーバザランカン、
ノーマクサンマンダーブザランカン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 ノーバクサンバーブザランカンノーバクサンバーブザランカンノーバクサンバーブザランカンうるせえ No max and bab the rank, 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 no max and bab the rank. Say! Say!そんな簡単に現場放棄してさ、おかしいだろ。マネージャーの俺が困るだけじゃないんだよな。いっぱいいるだろ関わってる人。分かってんの？笑ってんの？お前何笑ってんだよ。こっちは怒ってんだよ。私の力が必要だって神様が言ってる。は？私神様のお手伝いする。お前何言ってんの？ちゃん、まゆこちゃん、まりちゃん、ディレクターのようこさん、龍源先生に、うんすい先生、しっかりお払いしていただいてありがとうございました。ありがとうございました。今は龍源先生のご厚意でこのマンションに住まわせていただいてます。快適です。はい、皆さんのおかげで本当に楽しく過ごせてます。雲水先生のことが心配なのでお見舞いに行かせてください。行かせてください。バイバイ。かわいいね。今気づきました。え、美穂ちゃんのところに。え、もう一回再生してみましょうか。はい、ここです。お祓い成功したんじゃないんですか？雲水さんはあの後入院されてたんだけど、昨日容体が急変してThank you.
どうもわざわざありがとうございます。じゃあどうぞ。はい、今朝私と一緒にいたんですけど、本当に急に道路に飛び出して乗用車に轢かれたんですね。本人は全然記憶がないみたいなんですけど。龍玄さんが私たちに何か話したいことが。そうなんです。龍玄と親交のある非常に強力な霊能者の方がいらっしゃるんですけど、私が連絡先をお教えいたしますので、はい、それと多分私に何か起こると思うので、カメラを回して撮っておいてください。カメラを回すっていうのはこの病室の中でいいんですか？なんか龍玄さんの目線がさっきから何あそこ気にしてる感じしない？龍玄さん、そこに何か見えてるんですか？実はこの部屋に来た時からずっとあちらを気にしてはいるんですけど、なんかあるんですか？私にはちょっとわからないんですけ昨日、龍君が死んじゃったの。はい。残念だけど、龍君の力じゃ無理だったね。あれは人間は触れちゃいけないんだよ。存在の成り立ちが違うからさ。まあ、俺ぐらいじゃないの？解決できんのは。あの、テレビに出てません？出てねえよ。私も思った。どっかで見たことあるな。どっかで見たことある。
ねえ、じゃあ誰かに似てるって言われたりとか。似てねえよ誰にも。そんな怒んなくても。まあ、あの名前はなんてお呼びしたらいいですか。あ、お名前は。仮名なら何でもいいよ、田中とか。え、田中ちょっと地味すぎます。仮名だから関係ねえだろ。いやいや、じゃあシャーとかならいいのか。シャーのがまだいいかな。そうだ、ネオにしよう。ネオってなんか何ですかそれ。外国人かなんかと、うん、知らねえの。映画マトリックス知らねえのか。知ってますけど見てないです。ちなみにお前まだちょっとついてるぞ。え、そうなんですか。でも龍源さん何も言ってなかったですけど。まあ龍君には分からなかったんだろう。待て。え、ちょっ、ネオさん何するんですか。なんともなってない。ネオさん、この黒いやつ何なんですか。なんだろうね。え、人間が触れちゃいけないとかなんとか言ってたじゃないですか。何なんですか、教えてください。とりあえず家行ってみよっか。あのネオさん、ネオさんはどんな信仰をお持ちですか。信仰？はい、私こういうのを初めて見たし、どういうお力をお持ちなのかなと思いまして俺は俺を信仰してるよ。これ俺の力だからさ。神とか仏とかバカバカしいよな。バカバカしくない？バカバカしいだろ。いやいやいや、だからあのそういうのは人それぞれですから、ね、とりあえずさ危ないからこの二人なしで家行くから。お前ら危なくてもいいよな。え、危ないって。危ないのはちょっと、ちょっと嫌だな。ネオさん、ネオさん、この家に何か感じます？別に、ふーんって感じ。ふーんじゃ分かりません。もうちょっとなんかちゃんと言ってください。ふーんって感じなんだよ、実際。どうするんですか。まずだけ向こうから来るから。ところでさ、はい、入り木マリがいたんだって。ん、マリ、マリ知ってるんですか。ですけど来なくなっちゃいました。なんだよ、俺結構マリのファンなんだけど。え、お前らなしでマリだけでいいのにな。写真？あ、じゃあ私たちのことも知ってました？いや知らない。仕事をしてるんですよ、私たちも。キャリアも結構長いんです。知らない。そうですか、
来る。あのバカ女のとこ行くわ。仕掛けてやがんだよ。とりあえず表だ。やっぱり新しいわ。見る。何だと思う？猫の足だにゃ。ひどい。まあ言ってみりゃ起爆装置みたいなもんだ。呪いの爆弾の。誰かが放り込んだんだろう。だったら爆弾の本体はどこにあるんですか？この家のどっかだろうけど。お前探してみる。え？これ何やってるんですか？お前が呪いの爆弾見つけるんだよ。俺そういうの苦手だからさ。勘でいいからなんか嫌な方向指さしてみ。じゃあ、こっちの方かな。ね。こっち。よし、じゃあ進むぞ。なんか見えないか、光かなんか。何にも見えないです。なんかこう、気持ち悪いやつ。何にも見えない。まあ、強いて言えば、こう、ここら辺？ここら辺の。はい、オッケーオッケー。何ですか？お前さ、簡単に言うと霊感があるんだよ。事故を予知するとか、悪い存在を察知するとか。
強力だわ。呪いの爆弾だよ。誰かさんが仕込んだ。隣行くぞ。明日の朝までにここ引き払え。二度とここに近づくな。でなきゃこの箱で。呪詛返しされたくねえよな。出てくだろう。よし。じゃあな。ちょっとネオさん、どういうことですか？あいつらが呪いの爆弾仕掛けてたんだよ。疲れたわ。寝るから明日の朝起こして。もう夜逃げ同然だね。ねえ、まあ朝だけど。来た、来た。今見ました。映りました。ここ黒いシミみたいな。何やけど、やけどみたい。あ、ネオさん。あの隣の人たち、なんかここに黒いあざみたいのありましたけど。人を呪わば穴二つってな。え、どういうことですか？自分の呪いを浴びたんだ。でもどうしてあの人たちはこの家族を狙ってたんですか？さあ、でももう戻らねえよ。ここの人たち呼び戻せ。お疲れ様でした。ちょっとネオさん。ネオさん来ましたよ。すいません。大変お世話になりました。いや、結構面白かったよ。ちょ、ネオさん、すいません、この人ちょっと変なんです。あの、お隣の住人の方とは普段から何か交流ってありましたか？いえ。美穂ちゃんは？私もないです。お隣がいなくなって全部解決したんですよね。おう、解決解決。さっき家の隅々まで調べといたから。よかった。姉さん、ちょっと。何？私、今まで感じたことないぐらいものすごく悪い予感がするんです。え、あの、霊感あるって言ってましたよね、私。ああ、俺が大丈夫って言ってんだから大丈夫だよ。
ら、怖がってんじゃん。あ、すいません。あの、カメラは明日回収しに来させますんで、今夜はこのままでも大丈夫ですか？あ、まだ撮影してるんですか？いえ、電源はもう切ってありますんで。じゃあ、うん、失礼します。失礼します。じゃあお疲れ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お前らあっち行け。え、早く行け。ちょっとあんたいい？あ、はい。じゃあごめん、二人とも先車行ってて。はい、うん、行きます。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様です。言われた通りカメラの電源は入れたままにしてあります。面白いもんが撮れると思うよ。あとさ、ちょっと調べてほしいことがあるんだけど。はい。つけとく。ああ、うん。
約束の呪詛返しどうぞ。ああ、待ち伏せしてあいつら猫背返り討ちにしようって計画だったわけよ。今晩来ると思ったからな。それよりマリの生き霊が出てきて襲ってきたぞ。あれは力見抜かれて奴らに取り込まれたな。多分どっかに監禁されてる。とにかく早く来い。もう突然なんなの。見つかったか。あ、はい。写真？この端っこのミオの隣がそうだよな。はい。全然わかんない。何なんですか？それはね、ともえさんとみほちゃんがここに引っ越す前の写真、ネオさんに帰り際頼まれたの。引っ越す前の写真が欲しいって。それがどうしたんですか。みほに聞いてみようぜ。おい、みほ、みほ、みほ、これ見ろ。こいつ誰。ここに引っ越す前の、ほら、思い出して。かおりちゃん。じゃあこれは？知ってる。誰？ネオちゃん？どうしたの？ネオ
大丈夫なんですか？そうか、なんか打ち込んでやるな。え、何がですか？え、何してんの？これ誰？誰？ママ、私のママ。美穂ちゃん、お母さんは隣にいるよ。え、失礼します。こいつは母親じゃねえよ。最初会った時、信仰がどうとか言って俺の力探ろうとしたから怪しいと思ってな。この家隅々まで調べさせてもらったわ。そしたらこの家には親子の写真が一枚もない。おかしいだろ。そこでピンときて、このディレクターに母親の写真を手に入れるように頼んだわけよ。そうだったんですか？そう、私も信じられなかったけど。違う、私ママよ。ねこの隣の誰？見ろ、バレてんだよ。で、お前誰？これは偉大な出来事だからちゃんと撮って人々に見せなさい。そのためにあんたたち呼んだんだから。え、こんな男連れてくるとは思わなかったけど。体を入り口にして私たちの神様を呼び出すの。美穂の体はちょうどいいの。小さい時何度も臨死体験をして向こう側とつながりができてるから。ちょっと この人何言ってるんですか？ちょっと意味が分からん。この人カルトのメンバーなんですか？え、カルトって何ですか？カルトっていうのは反社会的な宗教団体のこと。邪悪な神を崇めたりして社会を破壊しようとする。カルト？何が神だよ、ただの化け物だろ。おい、本物の巴はどこだ？もう始まってる。こりゃ良くないな。
やべえぞこいつ。おい麻衣子、ちょっと来い。はい。いいか、俺は今力が出ない。だからお前のその憑依体質を利用してこの人間を助ける。俺を信じろ。はい。下向いてろ。美穂、よし、もう大丈夫だ。私どうなるんですか？今のは明日追い出してやるよ。明日？明日で大丈夫なんですか？大丈夫だよ。でも失敗だからちゃんと今日やってくださいよ。だから明日だって言ってんだろ、うるせえなお前。なんかさっきから悪い予感がする。マジャマジャ、何？世界は終わり、あなたたちは終わり。おお、面白い。戦いはこれからだな。